今日はね、メインは一つ前の動画に上げたバンパー、これ純正の延長バンパー外してこの鋼材バンパーつけました。で、ステーも入れると約90キロ、きちっと測ったら90キロぐらい軽いです。で、これ自体は多分1キロぐらいしかないんで、まあまあ90キロ、一番車の先端ですよね。90キロがなくなった時の乗り味どんなもんかっていう走行動画がメインです。で、走行動画も楽しいんですけど、とりあえず初っ端の2ヶ月前ぐらいに乗せた時とどれだけカスタム変わったか、進化したか、とりあえずダダダダダダとまとめみたいな感じで説明しますんで、お付き合いください。まずボンネットですね。これも動画にあるんで、皆さん見てる方は知ってるようで思うかもしれないですけど、説明させてください。いいよ。はい。こうですね。ここら辺まではこんな感じで上がるんで、最後の一押しはこれ。伸びきらないですね、重くて。で、一応作業するときなんかも、こうやって必ず、使えば予備で しときます。自分でつけといて変ですけどね、なんかあったらやっぱ嫌なんで。はい、行きまーす。さっき78プラドンがお父さん乗ってるっていうかっこいい3番に乗ったカップルさんと喋ったんですけど、78もやっぱこれダンパーないんで危ないって言ってましたね、やっぱり。はい、皆さんこういう感じで、多分社外品もあるんかな。これ最初から既存についてる消防車の時から履いてたホイール、なんかここの形が赤色でイチゴに似てるからイチゴホイールって言うんだよって、とある人から何年か前に教えてもらいました。なんかイチゴホイールっていうらしいです。まあそれにもともとついてたなトラック用のタイヤ外して、動画にもありますけども、タイヤチャンピオンさんで BF グッドリッチのマットテレイン、サイズがですね、見えるかな、235 85 R16、こういうもん入ってます。で、これはチューブ、トラックのチューブ中に入れて空気入れて膨らましてるって感じです。で、乗り味的にはね、車の足回りのこともあるんかもしれないんですけど、正直ね、78プラドとかでこの手の入って結構乗ったことあるんですけど、どっちかといったら柔らかい気がする。 LED バーライトついてます。で、背面タイヤ、車外アルミのやつ、スコッパーつけて積んでまーす。はい、最初真ん中だったけどね、なんかルームミラーが見にくくて左にずらしました。78プラドの方なんか特に、これホームセンターでほら赤茶色の鋼材ってあるでしょ、鉄骨の C型になってるやつ、これなんかそんな高くないですよ。4メーターとかでも多分 2,3 千円やったかな、だからそれをホームセンターで買って、ホームセンターにこのノコギリついてるところがほとんどなんで、自分でカットすればジャーンって自分の好きな長さにカットして、ここにチップ塗装して、でここのシャーシに直付けするところにドリルで穴開けてボルトで止める、ほんでここツラツラに合わせて、この腕を。そしたら前スッキリするんで、もし傷んだバンパーうーって思いながらつけてるぐらいだったら、それ取ってこれに変える。ほんでこういうところも黒いにアンダーコートで塗装してちゃんと真っ黒にしてあげる。そしたら下回りすごく締まって綺麗にも見えるんで、まああとは前回りもこれでね、こういう風にチップ塗装でもいいし、普通のツヤ消し黒でもいいし、塗装すれば皆さんガラッと変わるんで、やってみてください。あ、そうですね、フィルムも貼りましたし、これブラックにちょっと中に荷物乗ってますけど、こんな感じでこんな感じで、あそこ純正のスペアタイヤ外す工具とかロープとかなんか入ってます。あれはもともと付いとった袋です。そのまま乗せてあるだけで。ゴブル綺麗なまんまですよ。はい、距離見えますか。11,291 で、今日ガソリン満タンにしてトリップ絶対ゼロに来て、今33キロですね。なんか大雑把だけど、走る場所も
あの走り方も全然バラバラの腕使ってるんで、一回満タンしてからでも、今まででなんか計算するとね、どうやろう8ぐらいかな今のところ。で今回あのタイヤもこれでもう買えないんで、でバンパー外したんで、このガソリンねカラカラになくなるまでちょっと距離測って燃費どんなもんかだけやってみます。はい、これ蛍光灯みたいな、もともとめっちゃ明るい。シートはこういうナイロンのほら防水、これだからあの天気いい日とかはやっぱりね暑い、暑いっていうかあの汗かくから、ほらこれなんかね変えればいいね。さっとラジエーターのアッパータンクのここにこれゴムのこんなんで出るの、これは何ですかみたいな。でこれもともとあの消防仕様でサブタンクみたいなところにこれが取り回しされてるんです、ぐるーっと。まあそれもなくなったからちょんぎって、ここの付け根のところで一応メグミックスっていうもん、硬化する二液剤のやつで、それ一応塞いであります。でゴムはそのままここで残してあったんで、ゴリラテープ、その上からこのビニールテープ心配やから一応巻いてあるって感じです。